ヒトパピローマウイルス、ヒトパピローマウイルス、ヒューマンパピローマウイルス、HPV は、パピローマウイルス化に属するウイルスの一つ。ヒト、乳頭ュウイルスとも言われる。パピローマ、または、乳頭ュと呼ばれるイボを形成することから名付けられた。百数十種類以上の型があり、型によって、手足、顔などにできるイボ、陰部にできる、性感染症の剪形コンジローマ、また、 子宮経がんに関わりがあるとされている。通常は、様々な免疫が応答したい内から排除される。発がん性のリスクが高いと言われる、HPV16 型や18型でも、出生時に感染が見られ、日本の5歳でも、高校から16型が1、3の子供から検出されている。一部の方のウイルスに対しては、ヒトパピローマウイルスワクチンが開発され、 議論を呼んでいる。感情構造の日本ぐさり DNA ウイルス。全世界的に古くから存在していた。2016年現在180以上の HPV の遺伝子型に分類されており、生殖器粘膜に感染する40以上の方が知られており、そのうち、子宮頸癌の発症に関わる高リスク型 HPV として少なくとも15の方が知られていて、 中でも HPV16 は全世界の子宮頸癌の約50%から検出されている。正二重面体のカプシトで覆われており、遺伝子サイズは種類により異なるが大体約8000円期ほどで8から9のオープンリーディングフレーム ORF タンパクを高度していると推定される遺伝。しかしその遺伝子産物は同定されていないを含んでいる。欧米の子宮で よく発見される16型 h p v の場合、初期遺伝子と後期遺伝子 L1 と L2 という ORF を持っている。その中で特に E6 と E7 が発がんに関与していると考えられている。E6 は癌抑制遺伝子である P53 と結合し分解することで発がんに寄与している。e 六はそれ以外にもザートの再活性化や PDZ ドメインを持つ タンパク質を分解することで発がんに寄与している。E7 は P53 と同様がに抑制遺伝子である PRB と結合、分解、不活化することで PRB と結合している転写因子である E2 回を有利し活性化することで発がんに寄与している。それ以外にも E7 は CDK 阻害因子である P21、P27 と相互作用することで発がんに寄与している。 それ以外のウイルスが高度するタンパク質では E1 は DNA ヘリカーゼ活性を有し E2 と結合することでウイルスゲノムの複製に関与している E2 は E1 と同様ウイルスゲノムの複製に関与するがウイルス遺伝子の発現調節に関わる LCR 上に結合ドメインがあり初期遺伝子の発現調節特に E6、E7 に関わっている E4 は サイトケラチンのネットワーク崩壊 E5 は E グフアの活性化などが報告されているが、これらのウイルスタンパクの明確な機能は明らかにされていない。L1 と L2 はキャプシドタンパクで L1 のみで VLP を形成できることが知られている。後半に記述しているガーディチルやセルバックスなどはいくつかの方の L1 をもとに作成したワクチンである。 L にはキャプシド形成に補助的に働いていることが知られている。通常、ウイルスは事故の複製を促すため感染細胞の増殖能を上げるために分化を抑制することが多いが、HPV のゲノム複製は分解存的に行われる。そのため、炭素培養系ではウイルスのライフサイクルを再現することができず、純培養が不可能なウイルスである。 HPV は2016年現在180種類以上存在が確認され発見順に番号が付けられている。日本性感染症学会の性感染症診断治療ガイドライン2016による分類では HPV は接触感染で皮膚や粘膜の微小な傷から侵入し扁平上皮基底部の細胞に感染する感染 HPV は血中に侵入しないので、ウイルス血症を起こさない。また感染した細胞を破壊せず、ウイルス粒子を大量に放出させることもない。このため抗原定時細胞の活性化や、抗原認識の過程が回避され、免疫が誘導されにくい。HPV 感染の70%が1年以内に消失し、約90%が2年以内に消失する。しかし、 蒸気のメカニズムによって、一生害有効な免疫記憶が形成されないため、自然感染後の抗体産生が十分でなく、同じ HPV 型の感染が何度も起こると考えられている。通常は様々な免疫が応答し体内から排除される。生殖期への HPV の感染は、母が感染した乳児の約73%が感染していた。出生時に、 HPV の六型、十一型、十六型、十八型は、それぞれ六点四パーセントの乳児が感染しており、生殖期よりも、高校での感染率が二倍であり、感染していた、乳児六ヶ月時点で十六型は約83、約八十三パーセント、十八型は約20、約二十パーセントから検出された。日本の子供の高校への HPV の感染では、三歳の、 小児では最も多いのは2型、5歳では16型で、ありこれは35.5%の子供から検出された。別の研究では、成人では16型の高校からの検出率は1.3%であった。h p v が血液感染するかどうかは、2018年7月、現在、判明していない。皮膚上皮に発生する遊生の組織中に、 ウイルス粒子の極剤を免疫組織学的に証明するために市販の高パピローマウイルス抗体ダコパッツシャビーマイナス580が HPV の第一次スクリーニングに多用され時期があった。この抗体は牛、乳頭種、ウイルス粒子を海面活性剤で処理し家ウサギで免疫し作成した抗体ですべてのタイプの HPV のみならず人以外の 動物のパピローマウイルスとも反応し、容易に入手であった。2016年ガイドラインでは、陰出ハイブリタイゼーションで病変部細胞からの HPVDNA の証明、PCR 法、またはランプ法による HPV 遺伝子型を決定するとしている。一般二常皮に対する親和性が強く、それぞれ種類によって生じてくる疾患は異なっている。HPV ワクチンは2か、 ワクチン、4カワクチンがあり、後に9カワクチンが加わり2カは、市場から撤退した。いずれも組み換え DNA 技術を用いているため、ワクチン自体には感染性はない。米国のメルク社より、先形コンジローマと、子宮形癌の原因ウイルスである、HPV6、11、16、18型のワクチン、商品名、ガーダシルが開発され、2006年6月に、 アメリカ食品医薬品局に承認された。世界保健機関、フーから品質や安全性の基準など満たすワクチンとして認定されている。米国での HPV 未感染女性を対象にしたガーダシルを用いた4つの大規模臨床試験の結果を総合すると、全眼状態である新2、新3、AIS に対し99%の発症予防効果があった。 ついで米国のグラクソスミスクライン社より、HPV16、18型のワクチン、商品名サーバリックスが開発され、2007年5月に、10から45歳の女性用として、オーストラリアの医薬品審査当局で認された。なお、有効性の承認はないが31型、45型、などの他の使用性 HPV 型に対しても、予防効果も示唆されている。日本では、 サーバリックスが2009年10月に承認され、ガーダシルが2011年である。アメリカでは9回 HPV ワクチンのガーダシル9の登場によって2016年に2回のサーバリックスは市場から撤退した。欧米では HPV16 型と18型の割合が多い、約70から80%のに対し、日本では割合がやや低い。 約60から70%ので、欧米より有効性が低い可能性がある。HPV ワクチンはあくまでも予防ワクチンであり、治療ワクチンではない。しかし、抗体陽性であるが、ウイルス DNA 陰性、過去の感染が排除された証拠の女性においては、ブースター効果によって、抗体化が増幅され、その結果、同じ型の HPV のその後の感染は防がれる。 新治療ワクチンは2012年時点で試験中である。26歳以上の女性に安全、有効であるかの検証は現在進行しているところで、あるが臨床試験の中間報告では、HPV 抗体化の10倍以上の上昇と従来の接種対象年齢と変わらぬ安全性が示されている。ただし、これらのワクチンは、子宮頸ん等の定期検診を不要にするものではない。 ガーダシルなら6、11、16、18型、サーバリックスなら16、18型以外が原因になる。がんには効果が認定されていない。ワクチン接種時点ですでに感染しているウイルスにも無効である。フーなど世界の多くの機関、団体でワクチン接種に加えて接種後の定期検診が重要だとしている。日本では 2013年4月より HPV ワクチンは定期接種となった。若年男子に対する線形コンジローマの予防も期待される4回 HPV ワクチンガーダシルが日本では若年女子に公費による定期接種に指定されたが、疼痛症候群などの問題により2回 HPV ワクチンサーバリクスと同じく推奨が控えられるようになった。 2013年6月14日には厚生労働省は積極的な接種推奨を控えるよう勧告し、その原因にワクチン接種後に持続的な疼痛等の有害事象が見られ、ワクチンによる副反応の可能性があるとして定期接種の中止は行わないものの、そのように自治体に向けて勧告した。副反応の見解等については多くの観点と議論があり、 その詳細については、ヒトパピローマウイルスワクチンにて解説する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。